何やってんの？積もってるね。これ大きくした方がいいんじゃない？やっぱ、うん、まだね。うん、これ入っちゃう。説明しないといけない。これみんな画質汚いかな？いける？大丈夫ですか？うん、いけるね。角の見入れし。いけるいける。勝負します。勝負だ。ハビアス。まとかり言わないで俺50万負けて。もう行っちゃうから賞金。マジで当てるわ。で、あの競馬配信者2人いるんで、で、あの強力なね、誠治のお兄さんの予想です。展開を展開をちょっともう早速ですけど、いいですか、ちょっと巻きなんで時間ないんで、ちょっと迷っちゃって50万いきます。まあ参考程度に、前回外れてるんで、もう3人で150万いきます。前回外れてるんですよ、うん。当てくぞ、当てて。今出ないもんですよ。うん、あ、帰ってくる、すぐ帰ってくる。うん、よろしいらっしゃい。違う、パワー作ってる。ありがとう、花火。ありがとうございます。あー、1400ナイス、もういきそうじゃん。ありがとうございます。すいません、4番目のパワー。ありがとうございます。爆弾、これ一番人気。一番人気。ああ、もうフミヤね、大丈夫だよ。ありがとうね、フミヤ。オッケーオッケー。あ、来た。来た。明日。もしもし。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様。はい。ちょっと巻きでちょっといいですか、安田記念の見解を。あ、時間ないんで。ええ。担当職員に。ええ。今日は。ええ。ダノンザキット、川田、うん。なんでダノンザキットを選んだんですか？前走はすごい負けたんだけど、2走前のマイルチャンピオンシップが、なんだっけ、3着に来てて、能力はあるっていうのは分かってるから、今回この人気だったら、現在7番人気ですけど、はい、馬体重とか大丈夫でしょうか？パドック状態大丈夫ですか？ただ、今回、何が来てもおかしくないオッズで、多分人気割れてて、なんで、いろいろちょっと手広く変わった方がいいと思うんで、今日は。わかりました。ただ、ダノンザキットから買えば全部ガミらないと思うよ。あ、そうなんですね。わかりました。ピケちゃんも見つく。投資して。わかりました。これ表ね。一番人気のシュネルマイスターどうですか？なんかね、調子がいまいちっていう感じらしい、ね。前回海外ですね。そう。なんで、調子がいまいちっていうことで、ちょっと買いづらいっていうことで。海外帰りの馬ってやっぱダメですか？いや、ダメってわけじゃないけど、今回仕上がりがまだ7割、8割ぐらい。予算が推してる2番人気の馬、イルシブファンサーどうですか？いや、それも、来ないことはない。まあ可能性はあると思う。ただ追い込みなんで、届くかどうかっていう話。ああ、そうなんですね。ペース的には 何ペースですか、予想される展開？もしかしたらスローかミドル。ああ、スローかミドル。ハイではない。今日は僕一応狙ってみたい馬が1頭いて、ソングライン行こうと思ってるんですけど、どうでしょう？ソングライン、ビクトリアマイルの中2周で、なんだろう、その結局まあ、お釣りがあるっていうか、その前走 G1 出たばっかで、今回また G1 じゃない。だからちょっとどうかな、その辺がその足りるかなっていう。距離が足りない。距離、いや能力が、能力がっていうか、ここを目標にっていう感じじゃないか。前回の G1 の、勝った騎手って誰でしたっけ？ルメール。ルメール選手はルメールですね。ダービーでしょ、日本ダービー。だからダ
ナビはあの竹豊と、まあ、いうことは竹豊の馬3番人気のファインルージュどうですか。ファインルージュはだけど点乗りなんだよね。あ、初めて乗る。うん、馬の癖を見抜いてない。そう、あ、ただダノンザキットってマイルチャンピオンシップ、その阪神なんだけど、東京コース合うか分かんないけど、シュネルマイスターと0秒1のなんか結構いい勝負してるのよ。内枠でいいとこ入ったんで、今テレビ局の方がねダノンザキットをしてるんですよ、一人。あ、やっぱり、あなた買うならダノンザキットかなって。あ、だからちょっと俺は荒れる、荒れ予想ですか。うん、荒れると思ってるから、まあターンはなくても服は一応買ってた方がいいよみたいな。そうだ、生まれワイドで、生まれワイド軸で、うんうん、了解です。ちょっと俺は今日荒れると見てるんで。あ、分かりました。東京の馬場状況どうですか。内外変わらずフラットな感じで、フラットな感じ、うん、結構ね、まあ、差しも効くっていうか、ええ、だから同じコース今日何レースか走ってますか。これ1600走ってる。どっち決まってますか、逃げてますか、差してますか。意外とね、前が残ってる。前残りが多い。前がね、まあ、少し、ええ、残前も残ってるっていうか、ええ、うちも残ってる。そう、機種的には一番今日乗れてる機種はどれですかね。福永乗れてる。うん、あ、なんか今福永カフェファラオなんか乗ってますけど、カフェファラオはないと思うんだけど。ないですかと思うよ俺は。次に目立つ機種、乗れてる機種お願いします。乗れてる、いや、だからどうだろう。いや、本当全頭可能性あるよ。ああ、そうですか。ええ、この人気つかなくて川田だったら川田だった方がいいっていう。ああ、なるほど。ああ、ダノンザキット、うん、分かりました。これ聞いて、ユーシーブパンサー田辺で買いたくないんだよね。ああ、なるほど。天然ストレートさんから質問です。僕ね、15番のセリフォス結構悩んでるんですよ。あのセリフォスと浜中、なんだっけ、浜中の馬なんだっけ。浜中はソウルラッシュ。あ、ソウルラッシュは買おうと思ったんだけど、はいはい、その日、今日 そのレースだけなんだよね、乗るの。今日一走だけってことでしょ。そう、はい、だからそこがどうかなっていう。これで54キロでしょ。54キロ。でずっと1600走ってるからね、これワンチャンあるかも思うんだけどね。ただ前走 NHK マイルで1分32、うん、32でしょ、東京で。ただ、いや、可能性はあると思いますよ。ただ、わかんないですけど、ただ、今回、はい、藤岡と浜中がそれだけなんだよ、レース乗ってんの。あ、だから、その、1回でもなんか、その、お試し運転してればあれだけど。なるほどね。そう、1回も乗ってないから、あ、そこはその、難しいかなっていう。その、はいはい、1回でも乗ってれば、なんか、はい、そのいいポジションを自分で取れるかなと。そのもう1回一発勝負だから来るかもしれないけど、はい、まあ川田とかなんかその、はい、人気してないんだったらそっちはいいかなっていう。ああ、わかりました。いい、この前、いや、来るかもしれないんで、ちょっと俺からはそうですね言えないんで、来ちゃったらあれなんで、あの僕はあのダノンザキットでこの人気だったらこのオッズ的にも、うん、あ、そうですね、内枠だし。58キロかな、これ。56キロで3番人気美味しくないですか、これ。ファインルージュ、え、56キロで3番人気のファインルージュ美味しくないですか、これ。あ、ファインルージュね、ええ、で、乗ってるじゃないですか、ダービー取ったじゃないですか。あ、やっぱり続きますよね、勝った馬っていうのは連勝で。あ、まあ、確かに竹、ね、なんで、僕ちょっとファインルージュ行こうかな。あ、本当に。ええ。まあ間に合う時間。いや本当、このオッズは本当みんな割れてるから、どれが来てもいいかなっていう。びっくりしないもんだって。俺はもう決まってる。ただ G1 だったら、やっぱり川田かな。川田。うん。騎手で。騎手で。G1。
これだって川田は人気してない時が買い頃だから、人気してたらダメだけど、人気したいんだったら、こんな人気したいんだったら川田買った方がいいかな。川田買った方がいい。これ直前でぶっ込みでオッズ変動とかありますか、これ大丈夫ですか。一応ゼロワンさんが、締めれました。副賞50万、副賞50いくんですけどこれは、どうですかね。いやシュネルマイスターの副賞50万1点勝負。いやシュネルマイスターこれ今だったら止められるんですけど、なんかありますか、アドバイス。いやちょっともう一回決めたんで、もう譲れないって言うんですよ。で 1.7倍なんですよ。あ、能力はあるのは認める。3着以内入りますかね、シュネル。だけどちょっと出来がいまいちだと思うんだけど。出来がいまいち、あ、状況ちょっ と止めるんだった方、ちょっとお兄さんお願いします。いや止めてください。はい、この人50万買いますよ。この競馬で当たったことないです。もう時間ないんで。初心者なんですけど、お兄さん、なんかちょっとアドバイスお願いします。最後に何でも一番が強いんでね、やっぱり このままだと買っちゃいますよ、この人。はい、もう一番っていう理由だけです。どうしましょう。もう何も知らないです。いやだけど俺よりかやっぱりヨッさんとかカヤクさんとか、はい、当てにしてないです、あいつらは。嫌いなんです。外れるんで、うまくないんで、生人が一番うまいんで。あいつら当てにしてると、もうどんだけ負けたことか、今まで乗って。いやいやいや、だけどやっぱりプロ馬券士っていうことで、カヤクさんとヨッさん、あれ自称なんでね、全く当てにならないんで、あの二人ほんと自称っすよ。カヤクなんか4着しか当たらないですから、もう総額50万負けてますから。いやいや、そんなことないですよ。50万なんてやってないから。今回は混戦なんで、どれかっていうのはちょっと。ああ、そうなんですね。だから僕はなんかそのダノザキットでこの人気だったら美味しいかなっていう。なるほど。じゃあまあどれが来るかわかんないってことは、まあ僕のも来てもおかしくないってことで。そうですね。ただ50万、はい、ちょっと僕は50万の 1.7 倍っていくら。1.7 倍っていくら。いくら。75、85万。35万。35万勝ちか。うん、どうすかね。もう買わない。何時まで買う。いや40分なんで、40分なんだ。35分までには買わないといけない。あと10分ぐらいしかないです。あ、じゃあ切った方がいい、電話。ええ、ちょっと最後アドバイスお願いします。50万かけますよ、副賞。いいですか。いやだったら違うのがいいかもしれない。違うのがいい。例えば心が揺らがないですよ。でもこの男はもう一度決めたら、いや止めるだったら今のうちです。副賞だったらそんぐらいんじゃないの。そんぐらいの方がいいんじゃないかっていう。ああ、ええ、わかりました。はい、じゃあすいません、ありがとうございます。すいません、失礼します。そんぐらいのってよ。投資のコーナー行く。投資のコーナー、うん。何番、ズバリ、ズバリ何見ました。感じる。ホーアマゾン。15番人気。15番人気。みんなメモして。5番。5番、ホーアマゾン感じるって。9番、シュネルマイスター。9番感じる。よしよし。あとは、15番、セリフォス。セリフォス。5番人気ですね。5番人気。この3頭が、投手によって導けたと、この番号が。じゃあ3連服とか買う、1万ぐらい。いきます、うん、1万買えます、はい、1万で、じゃあ3連服だとキャノンか。バラバラでもいいの。10人どう、大丈夫、はい、うん、1万ついたら、いきます。めちゃくちゃ強いんじゃない。ハッカー危ない、それ。ボーダー踏んだら、セリフォスのさ、状況評価で分かるの。遅まない。ボーダー待ってなかった。ダノンかセリフォスめっちゃ待ってる。アフーモノ買ったから、これ競馬終わったら、ハッカーやばい、競馬見て、そしたらいいからね、選んで、うん、待てて、ね、セリフォスに関しては50、54キロ、うん、ってますか。9強い、9強い。30万にしようかな。30いく？50にしようかな。50どうする早く言ってください。30と50。リスナーさん、ちょっとゼロレスさん。単勝か副勝か。もうおかしくなってる。単勝いくらいこうかな。単勝ラテダーかっこいいよ。単勝ラテダーかっこいい？かっこいいよ。単勝ラテダーかっこいい。ちょっとうちのリスナー知らないからね、競馬。うん。全く知らないんだよ。いいよか。30にする？30を、単勝、副勝。30単勝？爆勝？あ。面白い。単勝4倍つか120万いく？ゼロ番。単勝いきます。過去5年間の一番人気は副賞入ってるから。30はやめな。30やめな、うん、いくらいくの。いくなら単勝。単勝だれだれ。いくなら単勝。ああ。ちょっとドカナメちゃん、ドカナメちゃんいたね、さっき。
競馬好きだから。どうしましょう。どうする？なるはやでお願いします。かかどめちゃんどうするの？なるはやで。もう時間ないから。あの解明しました。うん。どかのめどかのめうるさいから。かどのめになりました。うん。何行きます？みんながうるさいから。なるはやで。お時間がないんでお願いします。時間がないんで。時間ないです。10万じゃちょっと。どうしよう。10にしな。副賞でいいと思います。じゃあ副賞50万。もう副賞50。もう行く。行きます？うん。副賞50万。シュネルマイスター。シュネルマイスター行く。行きますよ。行った？行きます。9番ですよね。あとで。ちょっともうちょっと考えれる？いやもう無理です無理です。もう勝てた？もう勝ってないですまだ。行きます。これもちょっと後回ししそう。いや俺も買ってないから、俺買ってないから。先買って、ごめん。先買ってごめん。ちょ、申し訳ない。チキちゃんの買った1万。チキちゃん買った。ね、2連単はダメなん？2連単でもいいですよ。でもちょっとオッズが低くなるよね。2連単がいいかも。5、9、1点勝負ですね。うん。いくらいきます？1万。シュネル1万。生まれんの5、9。はい。行くわ。50万行こうか。ダメだよ。うん？ダメだよ。いや。ちょっと。50万行こうよ。ダメだよ。ちょっと早めにして。じゃあ50万行きます。よし、きーちゃん2万円買いましたね。2万円？ええ。2万円。2万円。ええ。僕は Y で行こうか。Y でね。9番重そう。ああ言ってた、たかしが。9番重いって。シュネルマイスター。シュネルかも、俺。なんだと。なんで一番。副賞はありやで。副賞はあり、うん。俺も決めた。ちょっと高橋も。うわ迷うこれ。高橋も予想して。俺20万いった。20万いった高橋。うん、50、70だね。ああーちゃん。ありがとうね、あーちゃん。絶対に勝つから。今来てるから俺。絶対いけると思う。ちょっと50万勝負するんで、ナイスお願いします。ナイスお願いします。リスナーさん、行った、やばい、行った、うん、20万。俺今回行ったのね、単幅で行こうんだけど、単勝2点で。あー、ナイスあれです。15番のセリフォス、15番何だっけ。15番。うん、ちょっとあなた早くしないと。うん、50万行きます。何を。セリフさん、ダンノンザキッド、ダンノンザキッド。単勝30万のがいいのかな、分からんな。いや、単勝はやめた方がいいんじゃない。やめた方がいい、うん、副賞でいく。うん、50万いく。初めてだからね、こんなかけるの。50万いく。これで競馬嫌いになっちゃう、嫌だからね。もう嫌いだよ。うん、この前は30万負けた。行った？行っちゃった。行っちゃった？行っちゃった。50行きました。皆さん、が触れてます。マンスリー初めてだわ、こんな大博打。50万行きました。9番、みんな9番応援してほしい。シュネルマイスターです。9番3着以内、マジで応援してほしい。もうこれ負けたら俺帰ります。一人で帰っていい、せいじ。いいよ。うん、ダメ、帰るね。箱はダメ。うわどうしよう、迷うわ。ダメ。最後の最後で竹豊行くか、シュネル。違う、ファイン。どっちだ、シュネルかファインか、どっちだ、どっちだ。バルス教えてくれ、どっちだ。怖い、もう教えてくれ。あと4分。7球ワイド行くかも。7球ワイド。ワイドって何？1点。ワイドって何？3着以内。2頭が3着以内、うん、7球ワイド。6勝より難しいでしょ。あるっちゃうけど。7球ワイド、うん、7球ワイドいくらな、わからん。何倍なの？これ1点でいくわ。ワイドわからん。10万円いくら。30でしょ。30はきついやろ。いや、あの50、20だよ。うん、いくらいく。50、20。50、20。うん、俺50、50、50かなと思ったけど、50、20。20いくか。総額いくら。総額いくらになった。92万か、そしたら2万買ったから。7球割でいっちゃった。90、OK。 1点勝負、 OK、 決まった。伸びた。あ、1点勝負だ。メッセージ何言った？7球ワイドだって。20万これつくんじゃない、せいちゃん。いや、そんなつかん。
ってるわ。ねえ、これ美味しい。ライフガード美味しいよ。確定しました。4人総額92万円です。帯だ、取ったら。5倍だから。帯だ。俺は、そんなんじゃないでしょ。取ったら帯。俺はね、当たったことないから当てたくて。とりあえずな。うん、だから一番人気で3着以内って一番当たる確率が高いじゃん、うん、一応。で、競馬好きが買ってる一番人気じゃん、うん、で、みんなが言ってるじゃん、なさそうって言っても、でも一番人気だからっていう理屈、理論で、速報です。ただいま、オッズが変動しまして、一番人気が8番のイルーシーブパンサーになりました。ゼロワさん買ったシュネルマイスター2番人気です。あらららら、やばいじゃん。やばいです。変えていい？一番人気。もう無理ですね。2番人気になっちゃったっす。ぶっ込まれちゃったっすね。イルーシーブパンサーなんでこんな人気があったの？お金持ちとかに？ええ。やばいじゃん。そういうことか。ええ。だから裏情報があって、うん、この馬の方が強いよっていう情報があって。これなんでずっと言っちゃうかね。ええ。でも副賞やろ。うん、あるある。やばいっす。どこもシュネル入れちゃってるんで。今からコーラの中にメントス入れます。多分そうですね。今だ。今からコーラの中にメントス入れます。やっちゃってるわ。ダメだよそれ。爆発するから。ごめん、外でするわ。うん。やっちゃってる。キッシーには一番人気になります。ワン、ツー、スリー。やっぱ。今。メントス踏んじゃっちゃう。メントス踏んじゃするところあった。投資どうなってる？投資何番だ？何番でした？5、7誰か助けて。忘れちゃった？あ、違う5、9。5、9の生まれんです。5、9、7、5、9、うん、で、どっち選んだんだっけ？5、9、うん、5、9も選んだ、うん、さっき15って言ってたよ、うん、違う、5、9、13。いや、さっき15って言ってましたよ。15？うん、忘れちゃってるもん、投資。あくんダメよ。あくんダメだよ。15だったよね、さっき。13になっちゃったよ、もう。名前で聞きながらだ。名前で。ん？名前で？数字じゃなくて、名前で。あ、はい、ありがとうございます。何分から？4分ですね。あと6分ですね。あの、駒井さん何買ったの？駒井くんは。ちなみに。勝てますように。初勝利ね。勝ったことないから。もう。いける当たったことないんだもん。いける当たったことないんだもん。自信持て今まで、うん、自信持て。何十、50万ぐらい負けてるよ。3時40分じゃない？広角ずれてる。いや、これが限界だね。どうですか？治った。ありがとう。勝てる顔してない。何買ったって聞いてるのに勝てる顔してないって答えになってないから、この前。ほんとバカだな、お前。な、この前の花火の時もバカだったしな、お前。ドバみたいな顔しやがって。アホ。人生かよ。あれです。なんかオーバーメットっていつまで終わる？行くその前の一服。うん。あ、ファンタスティック、ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとうございます。プラチナムちゃん。イルカ。ね、ママもこれ出たよ。座ってよ。さっきおじさん。最近のね、リスナーさんも見たでしょ。通常枠だけど、あ、うちの枠あれないんで、気軽にコメントしてください。競馬わかんない人も。はい。そうよ。内装してくれてる人はね。おいで。イエイイエイしてください。あ、ファンタスティックありがとうございます。プラチナムちゃん、ありがとう。あの、100万円投げてください。あの、50万円買ったんで、リスナーさん。ノーリスク競馬です。お願いします。ちょっと100万円分1人10万円ずつ10人ぐらいお願いします。そしたら全然心に余裕出るんで、お願いします。ワンチャンあと50万いけるんで、ギリ、うん、誰かを当てたいよね。始まった。まあ、来て待ったわ。9番ね、俺。もう、ちょ、気合いよ、気合いよ、マジで。いや、当たったことないもんね。もう終わった。まだ、今自信持ってやらないと当たんないもんね。おいで、ぶっ刺し100万。誰が当たるの？おるぞ。この中に一人
とにかく2人は当選者いける。ほら、たった1万ずつあげる。うん。それも後であげるね。あげる？くれる？しきちゃん見ないと。うん。しきちゃん何があった？なんかね、ココア飲みたい。ココア飲みたい。新聞丸めて叩きたいな。ちっちゃい頃親父が叩いてたの。いやするな。じゃあ外れとこで。まあいけいけいけってやってたの。しきちゃんが、3連複5番、9番、15番ですね。1万円買ってます。3連複。これ当たったらハマるな俺。当たった額全部言ってやろうっつう。バイプッシュ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 。9番です。これ一番わかりやすい。9番が3着以内。僕は7番9番。あ、7怪しいね。7怪しいね。88枚ですね。7、7と9、3着以内。100万いってるだろうと思ったのに、ビビったの。敷地の生まれ何だっけ。59。これ来たらもう高アマゾンとシャネルマイスター生まれ1点勝負。来たらもう何でも相談する敷地さんに。繊細でしょ。9番絡んでないとちょっと厳しいです。2番人気いい、いいんじゃない。ちょっとね、まあ、ルメールさん、ちょっともうちょっとずれてもらっていいですか。もうちょっと皆さん、あ、そうそう、はい、すみません。あ、下大丈夫ですか。はい、頼むよ。来いよ。いやー、もう50万やばい。これ来たらこれぶっかけちゃっていいですか。うん、いい、もういい。でも4が高いこと。4は50万する。そうだ、50万する。これやっちゃう。ソファ30万。30万する。これやっちゃう。いい、もう。あったお金で買うわ。うん。ああ。よし、当たればいい。右下ナイスお願いします。お願いします。これ賞金だから、みんなのお金使ってないから、マンスリー1位の賞金なんで。あ、何これ、何これ、うん、馬お守り、お守りユニコーン、これちゃう、ペガサス、ペガサス、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。いける直接